収まって枠入り完了。スタートしました。外からクレイアートビューン、好スタートですが、内の方からスマートファルコン、花に立っていきますか。ブラボーデイジー並んでいきました。2頭で少し飛ばしていきまして、3番手に8番フリートアドミラル、それから12番のキングスエンブレム、クレイアートビューン、11番カキツバタロイヤルと続いていきます。その後ろが1馬身ほどありまして、7番のインバルコ、中段のやや前、うちに1番スーパーパワー並んで、後方離れました、6番マゼルブラスト、3番サイレントスタメン、さらに遅れて2番ゲンパチタキオン、後ろから14番のエーシンエヴァン、9番アプローチアゲン、10番サムデイシュアーです。縦に非常に長くなってスタンド前です。スマートファルコン先頭です。リードが3馬身ぐらいあります。ブラボーデイジーが2番手からの競馬。その後ろ3番手集団が徐々に固まってきました。8番フリートアドミラル、11番カキツバタロイヤル、1番のスーパーパワー、この外にキングスエンブレム、先頭までは5、6馬身ぐらいの位置です。そしてこれを2馬身差で追うようにしまして、7番のインバルコ、その後ろに13番のクレイアートビューン、あとはかなり離れてバラバラの展開、6番マズルブラスト、3番サイレントスタメン、さらに離れて2番ゲンパチタキオン、14番エーシンエヴァン、そして後ろから9番アプローチアゲン、10番サムデイシュアーです。前は早くも2コーナーです。先頭で走っていきます。スマートファルコン、リードは3馬身ぐらいです。ブラボーデイジー2番手、少しずつ差を詰めてきました。外並んでくる8番のフリートアドミラル、そして12番キングスエンブレム動きました。2番手集団3頭がスマートファルコンとの差を徐々に徐々に詰めていきます。800を切りました。その後ろ1馬身半ほどありまして、内から11番のカキツバタロイヤル、外からインバルコ、先頭までは少し開き始めた5、6馬身です。あとは離れて6番マズルブラスト、それから1番スーパーパワー、その後ろはかなり離れてサイレントスタメンです。前は3コーナーです。スマートファルコン、ここから独壇場です。5馬身、6馬身、もう離れました。キングスエンブレムが今2番手、そして外から、カキツバタロイヤルが2番手に並びかけてくる。ブラボーデイジー、内側やや苦しいか、直線コースに向きました。先頭はスマートファルコン、もうこれは断然の先頭です。2番手に上がってきたのはカキツバタロイヤル。11番カキツバタロイヤルが2番手。キングスエンブレム遅れた、今3番手、外からインバルコ、さらにはスーパーパワーが迫ってきて、3番手争い、3頭が横に広がりました。先頭はスマートファルコン、悠々と持ったままゴールイン。